久しぶりの表浜です。豊橋のサーフですね。浅間詰め、今一応8時8分朝ので、浅間詰めはヒラメやってたんですけど、まあヒラメは釣れず、当たりはあったかもしれないけどな、あのハウルに歯型がついてたから新品のワーム使っとったもんで、まあとりあえずでも釣れなくて、で今からキス釣り、トーナメントサーフ、違うトーナメントキャスター初使用、どうしようかな、とりあえずこの辺でやってみようかな。キス釣り師は何人かいるけどね、あとはほとんどはヒラメがほとんどかな。じゃあこの辺の小石がいっぱい打ち上がってるとこでやってみますか。とりあえず様子見がてら、デルナーの改造、釣り天秤、高感度版ちょっとですね。であとは仕掛けは無限仕掛けの6号が、3本針、とりあえずねここ仕掛けが絡むんだな。で一番下だけちょっとね餌を大きくしてみました。投げてみます。第1投目当たってるな。5色半ぐらい。あ、見えるかよ。これ5色半、黄色、緑、赤、青、黄色、緑のだいたい真ん中行くか行かんかぐらいかな。巻いてみるか。もう ついてる。5色半だな。2匹ちっちゃいけどな。今年初ギス。ゴールデンウィーク満足じゃん。5色半か、遠いな。お、当たってる。気持ちいいな。久しぶりだこの感覚。やっぱ5色半だね。風が強いからちょっと横風があってね。で仕掛け4本針にしたらちょっと6色が限界だけどね。一応届くところにいるかな。うん、ついてるな。2匹だけど。ちっちゃいな。それにしても、せっかくなんで5度テーパーのね拙者さんのスプールも試してみたいと思います。危ねえんだな近くにな、人がおってな。軽めに投げるか。いいね。5色半。やっぱね、この拙者さんの5度のスプールの方が飛ぶね。繁殖ばかし飛ぶかな。よし、巻こう。まだ5色だけど。
それで乗ってなかったりするんだな。なんだかな。あ、でも持ち重り的には乗ってるかな。うい、3匹。うい。いることにはいるね。まあでもとりあえず毎頭毎頭大体釣れてるけど、近くなった。4食半でも当たるな。ちゃうか。待てん。結構いるね。4本針に3匹。お、割とデカめじゃない？15、6センチ。砂まみれにして。まだ10時37分だし、もうちょっと頑張ります。メガネにつけてるカメラの電池がなくなったんでスマホで撮ってますけど、今ねちょっと数は釣れるんで両肩狙ってみようかなと思って、お、当たるね。両肩狙ってみようかなと思って餌を大きめにつけてみました。場所はね、5食半だな。5食から6食の間で当たる。いい感じに当たるけどな。でかいといいけどな。もうちょっとさびいたら巻いてみます。うん、当たりはビンビンに出てたんだけど1匹だな。湿気ちょっと絡んじゃった。1匹すげー元気はいい。活性はいいんだな。うん、もうちょっと数と型と両方出ると面白いんだけど、まあ結構釣れてるから楽しいです。下のやつさっきよりちょっと型が良くなったかな。16、17ぐらいありそうな感じです。まあぼちぼち終わるか。もうどん飯には十分なんだよな。もう釣り人もほとんどいないね。ここに2人とこっちにも、まあ、キス釣りの人が数人いるだけです。ええ、これいいよ。トーナメントキャスターすごい竿が軽いから当たりがビンビン伝わってくるな。あんなタングステンの重り使っとってもビンビンに当たりを感じれます。うん、最高。本日のキスの釣果です。何匹おる？
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,7,5,6,7,8,9,10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 
です。ダイワのトーナメントキャスター AGS33405 と、シマノのフリーゲンに、拙者さんの 5度スプール、ブラックの黒の樹脂の5度のスプール、何のトラブルもなく、感度がねかなりいいから軽くて、ちょっとリールが若干重たいけど、まあでも竿が軽くて当たりが取りやすかったですね。何にせよ良かったです。表浜2016年の豊橋表浜キスの初釣り、まあまずまずじゃないかな、成果としてはな。晩飯分には十分だと思います。楽しかった。今日釣ってきたキスです。こっちは炙りにしてみました。でこっちが天ぷら、6匹分、こっちで2匹分、全部で20匹でした、ちょうど。まあ、あとはついでに一緒にあげた天ぷらです。全部で20匹で、結局全部食べきれないんで、残りは4匹ずつまとめて冷凍して、日々のつまみにしようと思います。これで2016年のキス釣り初釣行終了です。